ムンロージのタロット運活塾発表します。この度私はジャニーズ事務所を退出して QB に参加することになりました。ムンロージでございます。何言ってんだよ。みすいません。そんなわけないよね。そう、今日のテーマはですね、ジャニーズ帝国いかにみたいなのをちょっと3分でクッキングしちゃいましょうかね。タラタタタタタラタタタタタラタタ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 。さあジャニーズ、私さタッキーが好き。もうタッキージャニーじゃない。私さマッチが好き。マッチもジャニー、マッチジャニーズかな。そうね、今、話題になってましてね、どんどんいろんな急展開がするジャニーズですけど、いやもうこれね、なんかこのシリーズね、どんどん続いてるのはですね、評判がいいんですよ。私もね、人気商売なだけにね、PV 稼がなきゃいけないからね、皆さんが、いや本当ね、前回の、広末さんね、市川猿之助さん含めてですね、かなり皆さんやっぱりまあ話題っていうこともあってね、まずタロットはですね、こういう話題、旬なテーマをね取り上げるのがかなり得意なんで、まあ私もちょっとね、まあ、余興というか、まあ、皆さんにもうちょっとタロットを親しんでいただきたいなと思いまして、ちょっと今回はですね、もうちょっと雲行き怪しいジャニーズ帝国の行く末みたいなのをね、ちょっと占ってみたいと思いますね。まあハレンチな話ですけども、まあね、掘れば掘るほどどんどん出てくるみたいな、温泉が無限に湧き出すみたいな感じでね、もうとどまるところを知りませんけども、まあ、中にはね、なんか60歳の人がなんか性被害をとかで、まあそれは10歳ぐらいの時なんでしょうけど、もうそれぐらいにちょっと言っちゃうけど、ずいぶん前のね、何十年前の話がね出てきてるんで、まあそういう意味ではね、まあそれほど根深いということなんでしょうね。それでは、ちょっとジャニーズ、事務所がですね、どうなるかちょっと占ってみましょうね。そう、皆さんね、これずっとまあノンストップでこの動画流してるわけで、おじあれちゃんと弾いてるよねって、いやそろそうでしょって言うけど、まあ、ノンカットでいきますよ。ね、ここにジャニーさんが座ってるというもうこれ、ね、ジャニーさん幽霊にあなたの作ったジャニーズはこうなりますよってね、お見せする、そんなイメージでね。うわきついの出てますよ。きついね。おうおう、ああ、実はやる前に言えばよかったな、私このカードが出るとやばいなと思ったら出ちゃったよ。ジャニーさん占い出ましたよ。うん、さあですね、厳しいカードですね。過去、現在、未来。未来は3ヶ月先なので、まあ11月12月の年末ぐらいですかね。これが本人、まあジャニーズ事務所自体、これがその周り、周囲、環境ですね。そして結果は半年先なので3月ぐらいです。対策アドバイスで全体を支配する力となっています。まあ、どっから行こうかね。これ。タロットで一番悪いカード引きました。実際はこれね、逆位置で出てるんですけど、タワーと言いまして、あなたの築き上げた塔、タワーはですね、崩れる。崩壊するって意味なんですよ。なので、その前にそこから脱出せよと。ひっくり返ると逆位置だとね、崩すも崩さないもあなた次第。だけど、そこにしがみついてもいいけど、まあ、崩れる方向にあるんで、かなり、そこに残るなら覚悟がいるよ
みたいな感じで、これはね、脱出っていうのがテーマで、もうそこにしがみついても、ちょっと未来がね厳しいという時に出るんで、もうこれが出たら終わりだねって、そう実は言おうと思ってたらもう出ちゃった。これど真ん中に出てますけど、これも物事が悪い形で終わるっていうカードでね、まあ見て10本刺さっとるじゃん。もういろんな、攻撃を受けてね、ボコボコになって、ひっくり返るとね、終わったことが終わって夜明け、次の展開が始まるっていうカードなんですけど、これはまだ夜明けにならない暗闇の中をね、トンネルの出口が見えない中、ずっと真っ暗な中走ってる姿なんですけど、物事が悪い形で終わる。そしてその終わったことが終わらずに次の展開に進めないでいる状態。そしてこのカード厳しいな。これは審判というカードでね、ジャッジメントって言いまして、まあキリスト教でいう最後の審判、正しい位置だとね、復活、蘇るっていうか死者が蘇ってる絵柄なんで復活なんですけど、逆位置になると復活ならず、過去の延長線に未来はない、過去と未来は大きく断絶して、大きく入れ替わる、復活ならず元には戻らないよ。この3枚でもいいんじゃないの、これ以上ね。これは月というカードでね、霧がかかって見通しの立たない不安な気持ちというカードで、もやーっとして先が読めない、まあね、ゴリ夢中な状態なんですよね。これは勝ってパレードしてる、勝利のパレードってカードなんですけど、今回これ逆位置で出てまして、敗北、負ける、劣等感ね、がっかりするね、ちょっと負けてるっていうカードなんで、いいカード。あとね、3枚ぐらいちょっといいカードがあるんですけどね。まず、このカード。これは、3杯のカップを飲んで、お腹いっぱいなところに4杯目を差し出されてる。この人はもう3杯で十分、4杯目いらない。4杯目を拒むというカードなんですよ。ひっくり返ると、4杯目を飲もうとする。まあ3杯飲んできたけど、もう1杯飲むか、みたいな。で、これが一応過去って言うんですけど、これがね、テーマなんですよ。4杯目を飲むというカードがテーマで、これは少年兵がですね、金貨を持ってますけど、金貨は目の前の問題、目の前の問題と真面目に取り組むというカードです。そうするとこれアドバイスなんですけども、アドバイスの場所に太陽、道が開ける、進む道が開ける。先ほどのこの月は霧がかかって見通しの立たない不安な気持ちですけど、太陽は日が昇って道が開けて自分の進む道が見えるってカードで、今はこれですよ、月だからね。ただこれアドバイスなんで、道が開かれるとか道路を開けというカードなんだけど、これがアドバイスで、問題と真面目に取り組んで4杯目を飲もうとすると道は開けると。逆に言うと3杯で4杯目を飲むのを嫌がってると、物事は終わったまんま、次の展開もなく、崩れかかってるバベルの塔が一緒になって崩れちゃうよと。で、まあ負けると。復活ならず、大きな方向転換をしなさいと。元に戻ろうとするのではなくて、復活ならず。このあたりはね、一つは私の認識だとね、これは、カップの3つはですね、ジャニー北川さん、メリー北川さん、藤島ジュリー恵子さんの3人だと思うんですね。4杯目のというのは、まあ、タッキーというよりは、まあ今、なんですが、再発防止チームがちょうど、昨日かな、調査報告書をやって、まず、ジュリーさんの退任と、業界の、浄化、まあ会社自体の、ガバナンス、ね、コンプライアンスを
整備するとともに、やはり芸能界というか、やっぱりの大きな位置を占めているものが、芸能界のその習慣を変えていくぐらいの覚悟で取り組みなさいっていう報告書を出してるんだけど、まあ4杯目というのは外部の人を受け入れて、やはりそのね、根本的にやらないとこの暗闇は、道が開けないし霧は晴れないよと、要は復活ならずなんで大きな方向転換をしなさいと、まあちゃんと真面目に向かうと、まあ道は開けるというふうには出てはいるんですけども、まあ今のジャニーズ事務所ね、ジャニー北川さんが、作ってる60年、まあ、ちょうど一回りしたみたいですけども、なんかもう岐路に立ってますよね。ただもうなんだろうな、ここら辺あの道が開けるとかちょっといいカードは出てはいるんだけども、何しろここら辺の崩れるとか終わるとか復活ならずっていうのがかなり厳しいね。まあまあもちろんなくなることはないでしょうけど、かなりその力というか威力は減っていくでしょうし、まあ何年ね、もう元のジャニーズ事務所の力に復帰することは多分、まあ、復活ならずとも出てるし厳しいけど、この状態を乗り切るためには外部から4杯目別の経営者を入れて、やっぱり改革して、だからこの太陽の日が昇る道が開けるというのが元の道じゃなくて、まあ、なんとかここを脱会して、まあ、存続させていくということですけど、もちろん、所属しているタレントもいるし、これまでの実績もあるし、まあ、有名な嵐とかも含めているわけだから、そういうものの残った資産をねうまくやりながら、まあ、夜延命っていうことだと思うんですけども、そのためにはしっかり問題と向き合って4杯目を飲みなさいっていうカードがね、ちょっとそのきっかけかなと、まあ、ちょうど、その報告書が出た日にね、ちょっとまあどうなのかなと思って占ってみましたけど、なんかちょっと聞いたところでは、まあ、ニュースいろいろ見てたら、まあ、週刊文春に対しては、ジュリーさんがもう退任するという話をね、単独でインタビューしたみたいなんで、まあ、新しい経営者っていうのは多分外部から、同族、今までのファミリービジネスから脱却して、新しい経営者のもと、いろんなものをね、コンプライアンス的なものとか、いろんな過去のあれを、まあ、調査しながら、改善していくという流れだと思うんですね。まあ、そういう意味ではもちろん会社というか一つの組織である以上、まあ消えるということはないと思うんですけど、まあそのね、タッキーの 2B っていうんですか、あそこの動きとかも含めて、まあだんだん分裂していく中で、まあ、崩壊はしないまでもかなり弱体化していくのは仕方ないんじゃないですかね。私もね、本当ジャニーズ事務所入ろうかと思ったのよ、ね、だけどさ、こんなんだしさ、ね、やっぱジャニーズってさ美男子じゃなきゃいけないからさ、こんな背のでかいさ、なんかオカマみたいなのはさ多分受け入れてもらえないと思うからね、ちょっと諦めてたんだけどよかったわ今となってもうこうなったらムンロ帝国作っちゃうかな、セクハラポハラオンパレードのまあそれは冗談として、ちょっとね厳しいカードですけど、なんかまあそれっぽい、かなり厳しいね。私これ人を占ってたら、多分泣いてると思うね、この人はね、僕目の前に、まあ、ジャニーズさんはきっとあの世で泣いてると思うけど、かなり、まあただまあ太陽とかねポジティブなカードもちょっとあるから、まあこれからうまく流れを変えていけばそれなりに道は開けるでしょうとは出てるけど、まあ茨の道だとは思うけどね。まあこれはやっぱり会社とか取引先とかいろいろあるでしょうから、なんとかね頑張って存続していただきたいもんだと思います。さあ、なんかねもうちょっとさ楽しい話題にしてよ、これなんかどんどん占うたびに、まあでもこういう方が皆さん楽しいんでしょ。次回はムンロージの婚約発表ぐらいにしときますって、それまで皆さんオーバー。チャンネル登録よろしくね。それからいいねも。
あと公式 LINE も登録してくださいね。いいことあるかも。